糸井川シーサイドバレースキー場は、新潟県糸井川市にあるスキー場である。営業日は12月中旬から4月上旬まで、6本のコースで構成される。ほとんどのコースの平均傾斜が10から20度くらいで、あるため、初級者でも簡単に滑走することができる。長野県と新潟県の県境に位置しているが、糸井川市外から近い上新潟県内で最も、 富山県に近いスキー場であるため、富山県からのスキーヤーも多く訪れる。長野方面からも国道148号を利用すれば短時間で来ることができる。ゲレンデ山頂からは日本海が一望でき、天気が良ければ遠く、佐渡島まで見ることができる。海が見えるスキー場としても有名。また、ゲレンデ前方には日本百名山の一つでもある天飾り山が見える。 ゲレンデに隣接しているホテル、ホワイトクリフには天然温泉が湧き出ている。入浴すると本当に肌がツルツルすることから、美人の湯という名で知られており、美肌促進に効果があるとされている。一般の客も利用可能で、スキー、ボードを得た客の多くが美人の湯を訪れる。雨飾り温泉とともに、地元では有名な温泉。有名なスキー場ではないが、 白馬、富山、上越方面からのアクセスの良さ、ゲレンデが空いていること、温泉があることなどもあった穴場なスキー場として一部スキーヤーの間では有名。コースは大きく二つのエリアに分けられる。第一ゲレンデ、第二ゲレンデ、第三ゲレンデ、明星オネコースは初、中級者向け、第五ゲレンデ、第六ゲレンデは中、上級者向けとなる。それぞれのエリアへ移るには、 山頂付近の迂回路を利用するクロスカントリー個数もある特に第一ゲレンデは初心者用コースとしてはかなり長いコースとなるコースがつながっているところがあり最長3キロメートルのロングランが楽しめる知る人ぞ知る穴場スキー場ということもあり人が多くないよってリフトに並ばなくて済むゲレンデを思いっきり滑走できる練習やレッスンが非常にやりやすい などといった利点がある。1970年6月に計画が発表され、1972年に市総合計画でスキー場周辺地域を観光開発拠点地域に指定され、1974年に糸井川総合開発によって建設に着手、1980年12月20日にオープンした。1982年12月8日には、 ホテルホワイトクリフが営業を開始した。当初は地域で数少ないスキー場であり、優れた集客力を有していたが、ほどなくして県境を越えた白馬地域や上越地域のスキー場に押され始め低迷し始めた。1983年には、親会社の竹文が倒産した影響で29億円の負債を抱え連鎖倒産したため、地元再建者を中心に、 再建保全管理委員会を発足させて、経営を続行。1985年にゴミ観光開発が買収して、経営にあたる。以後、1990年3月にはシーサイドプランテーションに売却され、1993年に親会社の村元建設が倒産したものの、関係者の努力により運営されていた。 1997年5月に親会社の村松建設がスキー場運営から撤退したことや隣接する農町にシャルマンヒウチスキー場が開業すること決まると閉鎖が検討され始めた。これに伴い1997年12月に1シーズン限りでシーサイドプランテーションが運営にあたり1998年4月をもって一旦閉鎖となった。 その後1998年シーズンから土地、建物は糸井川市が所有し新しい運営会社である株式会社糸井川シーサイドバレーが使用賃借契約を締結することで存続されることとなった2005年からはスキー場に隣接するホテルホワイトクリフに日帰り入浴が可能な温泉をオープン、集客の努力が続けられているありがとうございます